チョイルは、モンゴル国の都市。コビスンベル県の県と、並びに、スンベル郡の中心地である。2002年の市の総人口は7588人で、1979年の4500人に、比べ増加している。2006年末の推計では7998人であった。チョイルは、全長 150km、幅10から 20km のチョイル定地に位置し、 周辺地域よりも500メートルほど標高が低い。市内の標高は1269メートルである。モンゴル縦貫鉄道の駅があり、ウランバートル南東250キロメートル地点に位置する。アジア開発銀行がモンゴル南北縦貫道の総仕上げとして、ここから中国国境までの430キロメートルの舗装路を計画している。ソビエト連邦時代、チョイルは、 軍事基地であった。1989年にソ連の対空ミサイル部隊が撤退。市街の北2 5キロメートルに位置するモンゴル最長の滑走路も閉鎖され、当時の遺物と化している。1992年の憲法で軍営は県の支配権の及ぶところとなった。モンゴル人発の宇宙飛行士、ジェクテルデミット・グラグチャを記念する像が駅の近くにある。 チョイルは企業誘致地区を宣言しており、ダルハンエルデネトと並ぶ国内の3自治都市の一つである460名を収容する刑務所があるチョイル市街。ありがとうございます。